私はごま油とご飯を合わせてから炒めるのが好きです。美しいですね。すいません、ごめんなさい。ティッティッテンツクテリツケツケペペティンチクティルチュプップヘイヘイティンチクテリテリティニニニニニニプチクプチクティリツティッヘイヘイニニ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 。まな板がいいから切れるね。で、あとは味噌汁用のネギに切ります。あ、ニンニクの匂いする。見て、うわ、鶏ガラスープの素が小さじ1と塩、ささ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 、ごま油大さじ3。これさ、なんか全然出てけえへんねんけど、ん、で、レモン、胡椒、チャーハン用のこちらチャーシューをですね、細かく切ります。味噌汁用の油揚げ、玉ねぎをみじん切り、よいしょ、わお、息がいいですね。もやしを茹でます。ちょっとだけごま油引くわ。いよいよ、ニンニク、玉ねぎ、お米がなかったので砂糖のご飯なんですが、前回のですね、同じタレ、ネギ塩ダレをご飯にのせて、で、卵、豚、ご飯を、なんかさ、卵とさ、ご飯をさ、よいしょ、合わせて炒める方とかさ、なんかチャーハンってさ、結構個性出るよね、作り方。私はごま油とご飯を合わせてから炒めるのが好きです。もやしはナムルにします。ナムルさ、一時期さ、ハマりすぎて1年ぐらい毎日食べてた時があります。鶏ガラスープの素、ちょっとと塩、ラー油ってないっけ、ラー油ないのか、ラー油がなかったです。ラー油、ラー油をね、入れたらね、もっとね、美味しくなるのに、ラー油を忘れてた。
こんなにも食べれないので、これぐらい、これぐらいで、ビャビャーン、美しいですね。ちょっと乗らなかった分を、やばい崩れてきた。せっかく綺麗に持ったのに。どうですか。いただきます。うまい。うん、ナムル美味しいよね。ナムル、ナムル、うん、おいしい。いけました。いけるようになりました。いただきます。なんか味見した時にちょっとねタレがね多かったから、多分まあ、うん、いただきます。味見した時にさちょっと濃かったから、タレちょっと少なくてよかったな。うん、うん、ビッグラブ、うまっ。うん、ちょっと味濃いな、でも美味しい。ティッシュです。でもキッチンペーパーで口封じだから、やっとやっとやっとね、私がティッシュ使うところをお見せできてよかったなと思います。水うまっ。ほんまに合う。もうやばい。霜降り明星のあの粗品とせいやぐらい相性がバッチリ。
息が良くて、なんかちゃんとすくって食べてんのにポロポロこぼれる。めっちゃ息がいい。うわ、おいしい。なんかチャーシューが甘いから、なんかベーコンでよかったな。普通にネギ塩だれが効いてるから。うん、お腹いっぱい。ほんまにお腹いっぱい。すいません、ごめんなさい。なんかさ、ご飯をさ食べるときさ、めっちゃアドレナリン出えへん？で、食べ終わったらなんか一気に疲れてしまう。うん、放心状態。なんか前歯になんか挟まってる気がする。うん、 OK、 ごちそうさんでした。